そのうつ病も含めて治療できるんです。いろんな薬もあるし、カウンセリングも非常に進化してるからいいことですが、そういった与えられた薬が家の中にたくさんあったんですけど、果たしてそれちゃんと飲んでいたかどうか、飲むと後遺症があるとか鈍くなるといろんなことあるので、それもですね大問題です。つまり